はい、トイカツの部屋へようこそ。ですね、第1回、トイカツの部屋ですね、キックボクシングコーチ、小林さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと簡単に、じゃあ皆さんに自己紹介をしてください。はい、トイカツ道場のキックボクシング担当のインストラクターの小林です。小林弘樹です。よろしくお願いします。はい。小林さんどれぐらいでしたっけ、トイカツ道場に来て。半年くらいですかね、6ヶ月。そもそもあれですか、きっかけは何だったんですかね。きっかけはですね、これはもうガチでしゃべっちゃって大丈夫ですか。はい、ガチでもう言ってください。わかりました。僕普通の企業に就職をしたんですね、はいはい、で、まあその企業は研修の時期が2ヶ月あるんですけど、はい、まあその中で、まあ、やっぱり普通の人と喋っててもちょっと自分違うんですよね。なんかこうエンターテインメントって自分で言うのもなんかちょっと恥ずかしいんですけど、こう人を笑わせたりとか楽しい気持ちにするのがすごく好きな、休憩時間とか喋っててもやっぱそういうのが好きなんだなってこう感じまして、で一度いろいろ事情があってインストラクター辞めたんですけど、もう一回こうチャレンジしてみたいと思って、そうですね、まあキックボクシングのインストラクター長く続けてたんですけど、ちょっと違ったとこでやってみたいなって思ったっていうのがあって、ちょうどトイカツさんの募集をしていて、はい、ネットですかね。ネットです。ネットのホームページに一応、そうですね、インストラクター募集で検索して、はい、トイカツさんにメールして、はいで即電話が来てって感じです。はい、はい、そんな感じです。わかりました。どうですか、半年やってみてトイカツ道場は多分ちょっと、まあ、他の、格闘技道場とか、まあ、キックボクシングジムとはちょっと変わった部分があるとは思うんですけど、まあ、自分はねここしかやってないんで、まあなんだろう、すごい変わったっていう部分はねわからないですけど、外から来てどういったところがやっぱり違いますかね。そうですね、まあいろんな格闘技の人がいるから、まあ、そこに、まあ、ボクシングベースでやってる人に対してとか、まあ、総合でやってる、まあ、構えとかも全部違うじゃないですか、まあ、そこにアジャストしていくっていうところ、まあ、アジャストもしてない部分もあるんですけど、そこをこうどうつなげていくかっていうところがまず技術的な話でいくと違うっていうのと、あとはそうですね、って言えばいいのかな、まあ、キックだけをやりに来てるっていうジムではないから、まあ、難しいっちゃ難しいんですけど、そこがすごいやりがいがあるっていうか、まあ、いろんな人にどれだけ自分がキックの技術をこう合わせてあげられるかっていうところですね。ものすごく、まあ、難易度が高いと思います。その仕事としての難易度っていうのは多分すごく高くてっていうところですよね。相当こうその人ができる能力を把握しないとミットをちゃんと持てないんじゃないかなって、はい、まあね、うちも、ね、勤務時間結構、まあ、他のキックジムに比べて長いじゃないですか、はい、でまあ今ねおかげさまで、多分小林さんのおかげで、まあ、キックもね昼間からたくさん人が来ていただけて、本当におかげさまだと思うんですけども、はい、そうですね、まあ前のじゃあ教えてたジムはもちろんなんかムエタイのジムでしたっけ。そうですね、まあもともとは J ネットだったんで、はい、まあ、キックボクシングなんですけど、はい、まあ、J ネットってあれですよね、外からタイ人のコーチ雇ってたんで、ちょっとまあ半分ムエタイ、はい、半分キックみたいな感じだったんで、まあ、はい、ベースにムエタイはあったんですけど、まあ、そこのほとんど J ネットのチャンピオンがまあ独立してムエタイジムやってって感じで、はい、ムエタイジムで働いてたんですけど、はい、そうですね、まあキックもムエタイも差はないかなと思います。じゃあ実際だからどう思います、ニーズ的な、格闘技のニーズ的には、はい、だからキックボクシングジム、ムエタイジムで、はい、今うちは、まあ、一応総合格闘技を名乗ってますけど、はい、まあニーズ的にはどう思いますかね。やっぱ総合格闘技のニーズは感じますかね。それともキックボクシングのニーズがあるのか、ムエタイのニーズがあるのか、どう思いますかね。まあ正直に言ってしまえば、はい、クオリティが高ければもちろん総合なんですよね。はい、キックしかできない、ムエタイしかできないで、そこに1本集中して続けられる、まあ、例えば若くてプロになりたいっていう子だったらそこずっと続けていけると思うんですよ。けど、まあ、大人ですね。逆に大人の方が、まあ、ちょっとボクシング飽きちゃった、キック飽きちゃったってなったら他にこう行くとこあるじゃないですか、総合だったら、はい、まあこういう言い方いいのかどうかわかんないですけど、なんで食い飽きたら次のもん食えるっていう。そうですね、まあ、うちのコンセプトの格闘技の食べ放題って言ってますけど、まあ結局今普通のジムですと、まあ、1種目だけだとどうしても飽きますよね。飽きますね。で飽きた時にまあ逃げ道は、まあ、悪い方じゃないですけど逃げ道を作ってやると、はい、まあそれこそボクシングが来たらキックボクシングに逃げる、キックボクシングが来たら寝技に逃げるとかいう逃げ道を作るのが、まあ、うちの道場のですね、まあ、一番のいい点じゃないかなと思ってて、はい、まあ講師もたくさんいますから、はい、まあ他のジムだとまあこの講師だとまあ合わなくなったらやめるという、まあ、手段しかないですけども、うちの場合はじゃあこのコーチが合わなければこっちのコーチっていう選択肢もあるし、はい、逆にこの場所が嫌だったら、例えば中野が家でしたら、まあ、西日暮里に行って出すとか、ね、今ですと渋谷上がりますから、はい、そういう逃げ道がね、まあなんだろう、まあ、大会率の、まあ、抑制につながるんじゃないかなっていうのは自分の発想なんですよ。それについてはどうですかね。素晴らしいと思いますし、もう本当そうだと思いますね。大会率の低さ考えてもすごいなと思いますし、まあ、はい、他のジムにいたからなおさらですね、まあ、はい、あとは、まあ、大会率も低いし入会率が本当に普通じゃないですね。こんなに人が来るのかって、同じ格闘技ジムでも月に3人来てればいいやっていうところで自分仕事してたんで、こんなもん月に20人も30人も入ってくるようなこんなでかいジムすごいな本当に。まあサイズはね、多分大きさがそんな広いわけじゃないですからね。そうですね。まあやってるサービスの内容とかですね、営業時間とか、まあ、場所とかそういったものでまあ集客はできてると思うんですよね。まあでもこう、そうですね、こういう言い方もないかもしれないんですけど、よくダイエットで来るお客さんでいるんですけど、はいはい、まあ大体理由が続かないじゃないですか。はい、多分そういうのもう自分で分かってるんですよ、もうすでに、はい、格闘技ジムに来れば続けられる、はい、でも多分キックだとキックに自分は飽きっぽいからキックだけやってたら飽きちゃう。でもそこで総合であんだけ時間割り見てバーッつっていろんなクラスがあったとしたら、ここならいけるかなって思ってくる人いっぱいいると思うんですよね。そうですね、だからね、今ダイエットって言ったじゃないですか、はい、だから自分の考えとしてはその、まあこの格闘技をやったから、まあ、ダイエット、はい、キックボクシングをやってダイエットという形ではなくて、まあ、うちの道場に来ていただければ、まあ、そのダイエットの手段として格闘技を利用していただければいいと思うんですよ。それが、まあ、キックボクシングだとか寝技だとかそういったものをいろいろ試していただいて、で、まあ、楽しんでいただきたいんですよね。で楽しんでいただいて、まあ、結果としてまあ痩せると、そういうことをやっていきたいんですよ。だからね、それをやっていけばどんどんだから今のところはですね、皆さん格闘技というマーケットで勝負してるじゃないですか、はい、でも自分は格闘技というマーケットではなくて、その例えば健康になるとかダイエットする、そのために、まあ、格闘技が利用できるようなそういった、まあ、道場なりジムなりを目指していきたいなと思って。なるほど。そうすればもうマーケットっていうのは無限に広がりますよね、はい、その格闘技が趣味というこの狭いマーケットから、まあ、健康になりたいとかダイエットしたいっていうのはやっぱり日本ね、今ね飽食の時代ですから、多分太ってる人とか不健康な人は多いんで、そういうことを考えるともう日本人全員が、まあ、うちのお客様になりえるかなっていうのが自分の発想なんで、まあ、そういうとこをね目指してね、これからね協力していただければいいと思うんですけども、じゃあ最後にですね、はい、じゃあこの先ですね、トイカツ道場が、どうしたらもっと発展していくか、もしくは、まあ、どうしていきたいかということをじゃあ伝えていただいて。そうですね、ガチっすね。ガチですか。もしくはあれですね、もう難しかったら夢とかでもいいですよ。いや夢、まあそうですね、トイカツ道場をどうしていくかっていうところですね。まあ本来だったらそうですね、まあこれを、まあ、トイカツさん的には多分「いやお前それじゃダメだよ」って言うかもしれないんですけど、まあ僕ができるのって来たお客さんを出ていかないようにすることなんですよね。呼び込むっていうところ、まあそこはトイカツさんがすごい工夫してホームページですぐどんどん人を呼んで。で見学もどんどん来て入会します。でもその来た人たちが飽きないように工夫していく、まあ、そこだと思ってます。なんでなんて言えばいいかな、どんな人が来てもこう飽きずにこう、まあ、例えばその人がキック気に入ってずっと来てくれる。でずっと来てくれれば普通マンネリしますけど、そこのマンネリが起きない、そんなのすごい難しいしきれい事なんですけど、まあ、そこができるインストラクターになりたいと僕は思ってるんですね。まあそうですね、だからまあいかにお客様を楽しませるかということですね。そこなんですよ。だからエンターテインメント、常にエンターテイナーでありたいっていうところですよね。であとここも一点なんですけど、やっぱり大人ってやっぱそんな暇な人いないじゃないですか。働きながら空いた時間作ってジムに来る。でジムに来て普通に日常と変わらないようなジム、人に気使ってとか、そういうのって俺絶対嫌だと思うんですよ。やっぱここに来て月々月謝払ってくれてるんだったら、やっぱそれを還元したいっていう気持ちがすごいあるから、やっぱこんなの世の中にいねえよ、世間にいねえよってもうぶっ飛んだキャラクターでいたいっていう部分があって、それが面白さなりミットの気持ちよさなり。そうですね、だからね、もっとね、本当に自分はね、本当コーチが全てタレントになってくればいいと思って、はい、それぞれ色を出して、はい、まあそれぞれ本当に今言いましたけどエンターテイナーになっていただいて、はい、まあうちに来ていただけるお客様をですね楽しませていただけて、でまあ本当に格闘技が楽しいっていうことをですね、まあ将来的にはまあ日本全国に広めるとことをまあ協力していただければと自分は思ってますんで。はい、まあぜひそれを協力していただければと思いますので、今後ともまあトイカツ道場をよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで、じゃあ短い時間でしたけども、今日のはですね第1回、トイカツの部屋のゲストはですねキックボクシングの、小林コーチでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。